吉田さん、YouTube でね、なんか、コチカメの、なんか、感動する話とか、笑える話とか、なんか、いろんなシリーズで切ったやつがあるんですよね。で、それを見てると、なんか、ご原作欲しくなるっていうので、また売れてるみたいなんですよ。で、メルカリでね、この、コチカメ全巻ってやっても、結構ね、値が落ちないっていうかね、まあまあ高いんですよね。まあ、こういった昔の漫画とかも、今更読みたい人ってのはね、結構いて、 まあなん,ていうんですかね、最近は電子書籍なのかもしれないしそんなにまあ私たちの10代の頃のように漫画がバンバン出たりとかねそれがあちこちで売られたりとかしてないと思うんですよ。まあ売られてたりしてないっていうよりも販売店が減っったんでね、ね。きっと、ね、まあそういうのがいろいろあって、えー、まあ今原点回帰してるというかねまあ昔のものが売れ始めてるのかなと思うわけなんですけどもまあそれとは全然違うんですけども。あの まあやっぱこうウクライナのね話をずっとリサーチしててすごいなっていうのはロシアがねまあロシアとウクライナってもともと同じ国なわけですよソビエト連邦ってってだからロシアに住んでいる家族の子供とかがウクライナに住んでいる例とかそれからウクライナの会社の子会社がロシアにある例とかねあとちょっとこう,こうなんかねすごい深刻だなと思うのが。 兄弟で軍人をやっていてで、引っ越しとか結婚の関係でウクライナ軍人とロシア軍人がいるみたいなね。こんなのもあるわけですよ。で、えっ、ー、と今ロシアがウクライナに侵攻してるんですけども。まあロシアのね。兵隊たちもなんかすごくね。モチベーションが低いらしいですね。できればやりたくないと。でも戦場に行って命令に従わなくちゃいけない。でも命令違反結構起きてるみたいでね。うん。 であとロシアの中でも反戦デモっていうのがかなり起きてて昔の,あのアメリカのベトナム戦争じゃないですけどねじゃあ戦争が終わって帰ってきましたロシアの兵がロシアに帰ってきましたって言った時に反戦デモがそこの軍当局とかで行われてたらこれさすがにねなんか自分の家に帰っても家族とかがもう戦争行かないでみたいな。 殺さなないいででとか言われたら、らやってらないでしょうね、うん、それこそなんかこの仕事をね軍人っていう仕事をねもう辞める人も出てくるかもしれないですし、まあ、未確認情報の中ではもう軍に含むにね、うん、耐えかねてあの自殺をする人まで兵隊まで出てきてるらしいんですよ。でそういった部分に、まあ、プーチン大統領ほか首脳部もね 察するところがあってその画像をですね捏造して「ロシア軍はこんなにどん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 やってるんだぞもう勢いよくやってるぞ命令に従ってないのお前だけだ」みたいな動画をかなり量産したりねロシアの国営通信のタス通信ですろが日本でいう NHK みたいなところがねイギリスの BBC みたいなところが国家ぐるみでやっぱりこう詐欺する国ですからねオリンピックもドーピングで出たりとかね。うんあそうオリンピックといえばロシアは だから公式にオリンピック国家としては出場できないらしいですね。だから個人で出てるみたいなんですよ、今。それでもまあドービングがね、発見されたりしてるんで、立ちが悪いんですけども。で、あとは、その、ウクライナの人がロシアの人に対して、ものすごくひどいことをしてるみたいな動画を捏造して、それも多数人から流してるみたいなね。だから情報を取れば取るほどおかしい方向に行っちゃう。何が本当かわかんないようにするようなね。 まあそんなあいわゆる思考停止状態を作ろうとしてるらしいんですけどもこれと似たようなことがやっぱり私たちの国でも起きてるのかなとすごく限定的な情報だけをずっとリサーチしててそれが全体だと思っちゃうっていうあれですよね錯覚がね、うん、世の中にはたくさんの例があるのに自分がたまたま生きてきた人生の中で体験したものとか自分がたまたま見たものとか聞いたものだけで全てを測ってしまうんであの間違ったことになるのかなと、うん、だから自分が見てるものですら あの例外中の例外かもしれないなとかね、うん、全部がそうではないだろうなっていうところで、えー、見たもの聞いたもの体験したものと判断するものっていうのは全く別のところに持っていかないと、まあ、こういったことが起きるのかなと思っちゃったりしますでまあかなり高度なことなんですけどね、うんまあ、でもそれができる人だけが、うん、まあ情報にタッチできるのかなと思いますあとはもうデマで終わってしまうみたいなねさすがに今回のあれですよね ロシア、ウクライナ侵攻でなんかライオンが逃げたっていうツイッターは出てないみたいなんですけどね言ってらっしゃい。